ただそれが合わない、その人と入れたものの人が合わないとか合うとか、そういう話はあるじゃん。またこれけね、その鑑識、鑑識そういうものが調べて、そのまたその時その時でまた違うからな。まだ正確じゃないんだろうな、そういうものはな。ストリップは効果が出るの知ってる。あ、見た見た、ツイッターで。あんまストリップって人はあんま知らないので。なんかグループでしょ、アイドルグループツイキャスの。なんかそういうのは知ってるけど。なんか出るらしいですね。まあ興味がないよね。紅白見ないから。テレビないし、テレビ見ないから。紅白にも興味がない。正直。もう紅白ってダメなんじゃないかな。っていうのをテレビで、ね、地上波で、テレビ番組で音楽番組がほぼないような状態で、それで紅白って、じゃあ紅白でやります。ちょっとなぁ。ダウンロード、ね、音楽、サブスクだったりとかダウンロード、そういうものの今時代で、それが紅白っていうのもね、ピンとこないんじゃない？なんか、青春ポテトフライは出ないらしい。選ばれてないだろうな。ストップリーな、ストリップじゃない。1122よ、なんでも。興味がないってことを分かってくれ。調べた、鑑識官は別件で証拠捏造の罪で逮捕されたんだ。はぁ、青の特命さんいらっしゃい。今日ニコ生やってた、バンネタ、11分ちょっとぐらいで。バンです。まあ別のアカウント作ってやろうかなと思うけど、緑のところ行くとこよ。まあちょっとタイミング見てやろうかなと思ってるけどね、タイミング見て、まあ緑のところ行こうかなと思ってるけど、できれば緑が出かけてて帰る時間帯とか、まあそういう時間帯狙って、まあ夕方とかか、で、桜ちいちゃんが、まあ、緑が次の日何も予定がないような時に、まあ、多分桜ちいちゃん来るだろうから、まあ、そういうところ取れればなと思うけどね、突撃取材みたいなのしたいよね。さすがに家に何もアポなしにピンポン押していくのはあれだから、それはいかないけど、ね、もし家行くんだったら前もって連絡入れれば。最近なんで一斉にはならないキャスやってんの？TikTok ではできないから。それは TikTok で、例えば喋らないでとか言いながら携帯電話いじりながらとかできないし、まあ配信じゃないのでそんなのは。なので、ちゃんと携帯電話に向き合って、皆さんのコメントを読みながらこうやって会話をしていくっていう、まあそれを TikTok をまあやる、まあ基本ではね、配信という配信。そういうのをやる気分じゃないので、なんで、もっと、ね、何でもやりたい放題。ここやりたい放題じゃん。だから、ね、みんなもやりたい放題し、俺もやりたい放題できるから。だから放置してもいいし。だからそれができるからかな。あんなもんかな。緑に挨拶しに行く配信は楽しみ。まあそんなもんですね。まあ、そうね。そんな感じです。昔のコメント丁重に拾うスタイル戻れば、何が別に丁重に拾うスタイル戻ってますよ、普通に。バカなコメント読んでないだけでしょ。ミドルは19歳の女にやりたい方で知らない。赤と青とかには挨拶しに来ないの。赤とか青ってこと？パソコンないから色もつけられないしな、今は。いや、匿名関係ないじゃんって、色は。匿名は関係ない。色つけようつけない。関係ないから。まあ、そうだなぁ。まあ、緑のところはニコ生でやるよ。とりあえずアカウント。どうなんだろう。その端末でアカウント作ってバンになったわけだけど、またこの端末でアカウント作って放送ってできるのかな、ニコ生は。ダメなのかな、端末でバンになって、端末でそのアカウント作って、他のアカウント作ってバンになったら、そのもう端末では放送できないのかな。だったらニコ生もアカウント作っても放送できないけど。どうなんだろう。一回試してみないとわかんないな、それだと。俺も、ファーウェイじゃなくて、ギャラクシーの方で、
さっきアカウント作って、放送したから、それでバーになったから、うん、あ、できないんだ、端末で。うん、いや、俺はね、バレるのはね、ただ単にね、ニコ生で配信やった時に最初、インカメになってて、10秒か15秒ぐらい顔が映ってんだよ。だから多分通報されてバンになるんだよ。映像だけだったら、映像を映さないで、多分声だけだったら、もしかしたらバン回避できるかもしれないし。あ、できないんだ、ニコ生。うん。あたし来ていいとか言ってないよ。ん？意味わかんないです。終わるか。やばい。ね、飽きてきたね、みんなもね。うん。俺も今一瞬ないだから。ないよね。あるでしょ、これ。普通にこれもね、一生懸命喋ってるわけじゃないけど、みんなとコメントと誰だら喋ってる。この、わかる？ふっと、この、切れる感じで。うん。パチャいかんない。金の無駄。カチャカチャで言った方がいいのかしんないけど。なんで生きてんだろうな、俺な。誰か声だけでバレて、だって判断できないじゃん、バレてって言ったって。似てる人いるんだから。コロアキ、まあ、YouTuber の方、うん、ね、捕まりましたね、そういえば。朝の10時かなんかに捕まったね、そういえばね。もともとはすごい賢い方なんだね。あの人はコロアキって方は、うん。その経歴みたいなのをちょっと知ったけど、もともとは、その頭がいい方なんだね。なんか、そういうのは見た、少し。ああ、こういう方なんだなぁと思って。でもそう考えるとさ、こういうインターネット配信とか動画サービスをやったことによって、ね、前科がついたりとか、犯罪を犯した人って、もったいないね。俺みたいなさ、生粋のさ、この悪魔みたいな、生粋の犯罪者だったらわかるよ。俺なんか放送を使った犯罪をするんじゃなくて、放送外じゃん、全くもって。な？過去も、現在も含めて。まあ、現在は違うけど。な？もうこの人生。でもさ、深夜っちょってあるとその、コロアキだったりとか、金梅とかもそうだけど、ね？その、配信やったりとか、動画配信サービスを利用して犯罪を犯してるじゃん。もったいないよね。そう考えると。そうした人だってさ、別にさ、配信絡みでこうやって、動画絡みでこうやってなってるわけじゃん。でもじゃあそれやらなければ別にそういうものをさ、ね、犯罪を犯さなかったわけじゃん。もったいないなと思って。自分の私利私欲のために、ね、人様迷惑かけて犯罪かけるわけでしょ。ね、俺みたいなね、もうこのネット配信とか関係なく犯罪してる奴らとはちょっと違うじゃん。その人たちはもったいないね。あ、そうそう、なんか、コラッケの中、そうそう、弁当持ってるらしいね。聞いた聞いた。なんか書いてあったね。逮捕されるような配信でやれよ。お前そのコメントやばいと思うよ、きっと。あなたは。インターネット生放送で逮捕されるようなこと、犯罪をやるの、あなたは。まずいよ。実際そういうこともある、あったこともあるじゃん。やばいと思うよ、そういうの。あなたは。考えてる。怖いね、少し。歌舞伎町でじじい殴ってたじゃん。いや、殴ってたけど別にそれ罪になってないじゃん。なった俺。逮捕された、ちなみにあれは罪にならないけどね。ちなみに。相手に殴られて俺が殴ってでしょ。大したお互い怪我も負ってないし、まあ俺はここの血出てたけど。お互い大した怪我してないので、別に罪にならないよ。なるわ。なってねえから捕まってねえんだろ、バカ。ああ、いい。
ああ、言えばこういう。あれはあのじいさんが甘かっただけ。殺害したらお前は捕まった。捕まらねえよ。俺が殴られてんだから、バカ。知らねえんだな。やっぱ知らねえんだな。一部のさ、この切り取り動画だけ見てさ、やってる、ね、判断してる人間だからわからないんだよ。あの放送見てなかったらわかんねえんだ。時計ナックルクソ痛かった、マジで。だってパックリ割れてたもん、こう、血出てたし。このわけ弁当あと1年だったんだ。でも弁当切れたからって次しっこいをもらえるわけじゃないからな。まあ、弁当の罪だから大した罪じゃねえだろ。殴られたら捕まらないとか関係ないから、捕まってねえのが現実だろ。いちいち噛みついてくんなよ。捕まってねえだろよ。訴えなかったから、どうこうだから、警察が相手にしねえわ。被害届、もしかしてみんな被害届出したら逮捕されると思ってる？もしかして被害届を出したら必ず逮捕されると思ってる？受理されようがされないか関係、まあ受理されなかったら別に、受理されても逮捕されると思ってるの？当たり前。あ、そうなんだ。調べてみな。被害届出たら逮捕される。調べてみ。あなたたちネットの人なんだから、ネットで調べてみ。被害届が受理されたら必ず逮捕されるかされないのかって。違うよ。被害届を受理されたら捜査をするってだけだよ。それで実際その罪について、それ逮捕案件なのか案件じゃないのかってのは警察が調べるんだよ。調べるきっかけでしか過ぎないんだよ。必ず逮捕するわけじゃないよ。だって、相手の片方の一方的な話しか聞いてないで、わけでしょ？ね？それが事実か事実かじゃないか分からないでしょ、まず。な？証拠があろうが何だろうが、相手の言い分ももちろんある。その中で警察は捜査するんだよ。だからそれが、ね？捜査して、そして、ね？逮捕するんだよ。相手の行動。大丈夫か？調べて。これに関しては。被害届が受理されたら必ず逮捕される。これは間違いだからね。そうそう、必ず逮捕されるわけではないです。やっぱあれだね、やっぱ知らないんだな。いや、被害届を受理されたからって必ず逮捕される。本当に大丈夫なの？知らないんだな、やっぱみんな。あ、匿名さん知ってんだ。なるほどな。びっくりする。まあ知ったか知る人もいる。まあ勘違いしてるんだろうな、勘違い。あと、被害届受理されたかって必ず警察が捜査するわけじゃないから。普通の人は被害届とかは、関わらないから。そうでしょ？だから分からないんでしょ？だから分からないのに知ったか知らない方がしない方がいいよ。そういう風に知ったかしてる人はね。証拠があろうが何にしようが、それが逮捕案件なのか逮捕案件じゃないのかってのは警察がちゃんと捜査するの。あの映像なら被害届出たら逮捕されるだろう。されないな。喧嘩両成敗で、ああ、そんなもんだって終わり。見えいらっしゃい。実際逮捕されてないじゃん。ダメだこれ。まあ、なんだろうな。俺の方が、みんなの方が詳しい方、みんなの方が詳しい情報、ね。その、なんだろう。俺の方が詳しい情報があった場合嫌なんだろうな。自分ら知ってるみたいになってて、でもそれを否定されて違うよって言われるの嫌なんだろうな。俺の方が知ってる情報があると、え？言うように負けたくねえ。
ていう、それが見えるよ、コメント上に。コメント上に見えます。警察暇じゃねえぞ、そんなお前。世の中にどんだけお前さ、時効になった事件があるのか知らないだろ、あんたら。多分。なあ、大小限らず、世の中にはな、時効になる事件なんかいくらでもあんだぞ。なんだろ。なんでも被害届じゃあさ、それがさ、受理されました。受理されたから必ず逮捕されます。アホか。子供みたいなこと言ってるやついいんだな。いい大人が。びっくりする、うん、パイセンさ、刑務官に声が聞こえないと言われて耳の問題ではと言い返したんだよね、さすが。うん？違うよ、俺じゃない、先生。え？パイセン刑務官に声が聞こえないと言われて耳の問題ではと言い返したんだよね。さすが。俺の声が聞こえないと言われて、あなたの耳、あ、声が小さいでしょ？ん？声が聞こえないと言われて。声が聞こえないと言われて。違うよ。声が小さいって言われたんじゃない？確か。福岡刑務所でしょ？福岡刑務所の、侵入訓練で声が小さいって言われたでしょ。だから耳の問題ではっていう回収。うん。耳の問題でしょ。完全に。ん？どうだったっけ？大きな、じゃ声を出せとか大きな声を出せって言われたらわかるけど、声が小さいでしょ。うん。まあ普通に声出してたんだけど、うん、声が小さい。それ担当さんの耳の問題では何も言えなくなったっていうだけでしょ。それはね、あのね、違う。俺、たまたまね、福岡公所の分、その何、分類中に、そういう話をしてる人がいたんだよ。福岡刑務所で、今の分類の担当、侵入訓練の担当うるさいよって。ただそういう風なことがあって、なんか声が小さいって言われた時に耳の問題ではっていう風に言って返しちゃって。たまたまそれで俺が福岡刑務所に勤めた時に、そういう風に言われて同じような返しをしただけなんだけどね、実際は。本当の話はな。何も言えなくなるって。分類侵入訓練うるさいんだよな、めちゃくちゃ。うん、ならあるわな、うん。刑務官にピキるんじゃないよ。怒ったら終わりだから。刑務官に怒っちゃったらアウトだよ。もうすぐ、なんか取り調べ懲罰だよ。そんなね、そんなバカな真似はしないです。刑務官にね、怒るなんて、しません、しません。それは。冷静に普通に話します。うまい具合に、うまい具合に、取り調べ懲罰いかないに、引っ張らないよ、引っ張られないように、そんなの。まあ、何でも噛みつくわけじゃないしね、いちいちめんどくせえし。うまいようにやった方がいいよ、刑務官と。な。要領よくやんないと。ホームじゃないんだから、アウェイなんだから、刑務所なんて。神戸？あ、それは神戸にならない、別に。そんなの引っ張っていかない、神戸。担当との話にはなるだろう。